よいよ車検の季節が迫ってまいりました。おはようございます。エビバディ GO のお時間でございます。2020年も、たくさんの皆様にご視聴いただき誠にありがとうございます。今年も残りわずかとなってまいりました。実はですね、私のエブリィ来年車検でございます。で、この間、車検の見積もりに行ってきたのですけれども、あの状況でね、17のエブリィのワゴン、一体あの状況で車検いくらかかるのか、お値段とともに、お伝えしてまいりたいと思います。私のエブリィですね、ワゴンになるんですけども、すでにショップの方で、車検完全対応ということで出来上がってるものを買ったのですが、車が誕生して3年初めての車検を受けることになりました。買ったお店で車検を取ってもらおうと思ったんですが、まあちょっといろいろ都合があって、そこのお店では車検を取ることができず、某量販店で、車検の見積もりを出していただきました。交換部品なしの状態で52,115円税込みでございます。で、内訳なんですけれども、検査料が17,380円、これはお店で検査するための検査費用ですね。まあ各エリアやお店によっても違うと思いますけども、私が見積もりしていただいたお店ではそういう値段が出ました。重量税と自賠責保険、そして飲酒代ということで、ここは、どこに行っても同じ値段がかかるものになります。重量税が6,600円と、自賠責保険が24ヶ月分で21,140円、これがですね、2020年の4月に、法律が改正されて値段が安くなりました。そして飲酒代が1100円ということで、ここは、どこのお店でも同じようにかかる値段ということで、 K の商用車版ではない、ワゴン乗用車に関しては、この値段になります。オイル、油脂類ですね、消耗品関係は一切チェックしていただいた感じでは、交換しなくても良いというメカニックさんの判断でしたが、ブレーキオイルと、ブレーキの清掃だけはやった方がいいということで、こちらは、お店の値段になるんですけれども、ブレーキメンテナンスセットということで、セット料金になるんですけども5,895円かかるようになってます。で、総額52,115円となります。税込みでございます。5万円をちょっとオーバーするぐらいです。ワゴンで初年度一番初めの車検としてはだいぶ安い方なんじゃないかなと思います。基本的に今回、通すエブリィなんですけれども、ほぼ新車ですね。多少ちょっと走ってるんで細かい傷だとかはあるんですけれども、基本的に下回りもね、防風加工してあるので、まるっきりブレーキも減ってないよっていう状態で、かなりきちんとされてますねという状態でメカニックさんからは評価をいただきました。車検を、受けるにあたって必要なメンテナンスはどの辺になるのかっていうと、基本的にはライトだとか、ライトの明るさだとか、向きだとか、あとタイヤの摩耗ね、あとブレーキパッドの量ですね、ブレーキがちゃんと効くかどうか、ちゃんと走れるかどうか、ちゃんとブレーキが効くかどうかっていう検査ですね、ドライブシャフトのブーツだとか、ああいうグリスがいっぱい入ってるところの液漏れがしてないかだとか、エンジンもそうですね、オイルだとかが入ってるところ、冷却水が入ってるところの液漏れがしてないかどうかで、あとマフラーですね、排気ガスが出る、ルートのところ、排気管が、漏れが穴が開いてないかどうか、漏れがないかどうかっていうのをチェックします。そういうのが、ちゃんと整備されてないと車検というのは通らないようになっております。不具合がなければ、問題がなければ、そのまま車検は部品を交換しなくても通りますよということになります。普段から乗ってる車に対しては、消耗品に関してはですね、定期的にプロの目で、検査をしてもらって、早めにこの部品交換した方がいいよとかっていうアドバイスをもらえると、車検の時に膨大なね、車検費用がかからなくて済むということで、いかに普段からの整備が大事かということね、自分の車の状況を把握しておくということは大事ですね。と長々と話してまいりましたが、私のエブリィですね、来年2月のど頭ぐらいに車検満了日を迎えますので、1月中に、車検を受けることになりました。というわけで、今回はエブリィワゴン初めて車検受けるけど一体いくらかかるのっていうことをね、お話をしてまいりました。このような感じで、エブリィのことだとか、あと車中泊キャンプのことだとかについてもちょこちょこ、動画上げております。ご興味ある方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。今年もいろいろお世話になりました。
来年もまたね、ぼちぼち更新してまいりますので、皆様飽きずにご視聴いただければと思います。それではまたお会いしましょう。さようなら。良いお年を。